うわー、なんかすげー すげー、なんか大所帯になっちまった。待って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 、レベル15 お助けユニットだったかやっぱりお助けユニットか、おめえら。もう絶対お助けユニットじゃんかいやいや、絶対お前らお助けユニット15じゃん。お前何、お前フレデリック、お前フレデリック、フレデリック的なフレデリックじゃん。お前フレデリックだよこれちょ待て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 、もうちょっと、もうちょっと見せて。お前らはちょっとおかしいよ。お前らフレデリックってやつよ。お前こいつはフレデリックって名前でいいか、これから。あり見られるとちょっと恥ずかしいです。おめえだけなんで喋るんだよ。この弓結構丈夫でして、鶴が切れたこと一度もないんですよ。いやいや、ちょっと待って、ね、待って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 、なんでおめえは喋る今さら出られてもって感じじゃない、さすがに。あー、そっか、四つ字呼吸はどれも効率が薄い。あ、次に回す、ここで次に回すが出るのか。 0.5 消費して渡すと。なるほどね。特定の相方は2回行動させたい場合、あー、さっき使った気力充填ですね。 0.5 の時は SP を回復できるんだよね、これで。あの、だから探索中に一応遊びで使うことはできる。まあ遊びで使うと雑魚的強いってこともあるからな。で、誰ってなってるよ、正直俺らは。慎重に、ここは沖の手です。どう浄化しましょう。私がとどめを刺したのですねあー、とどめ刺したやつでちょっとコロコロ変わんのねんでさあ、統廃戦100%になりましたね。ここだな。あ、結界張るんだ。な、何をしたのだ。結界を張った。そうだね、つごもりのおかげで井戸がね、寄りつかない。さっきの冒頭にもあったやつですね。本物に対して気持ちが弱れてる気がしますね。ふう、補給も難なくできそうな、安心した。何をしてるんだ。結界張りには条件があってな。アニマの外か影響力が薄い場所でなきゃいけない。少しなら意図的に弱めることが可能。ほう。あー、全滅の危機に陥った時に任意に結界を全滅の危機に陥るはあ、なるほどね。結界で回復するを選択のようでした。味方全体のSPを回復するコマンドです。無制限の使用数に限りがあります。休憩中の足を踏み入れて最大1枚回復します。基本的な使用回数は5回ですと。なるほどね。つごもり超有能じゃん。つごもり一つだけ確かめたいことがある。なんだ。お前が善意の協力者であることは重々理解したつもりだ。敵を見る、力を見る目に回復の結界。これ以上ないほどの力だ。うん。しかし、しかし。お前アクターではない。もっと言えば人間ですらないのだろう。何者だお前は。一体何のためにか助力する。それだったら二つになりますよ。確かめたいこと。本当だ。話の腰を折らないでくれ。私の正体か。あれでもさ、つごもりだから。まあ、まあ、こんだけ持ってれば確かに不安に思うよね。てか、いやでもね、正直言っていい？あの、俺一つ言っていい？そもそもこの RPG、あの、なんか、怪しいやつが多すぎて今更なんだよな。怪しいやつが多すぎる。今はその時ではないんだ。私の目的を遂行するのにどうしても話すことはできない。そうだな。目的について明かしてもいいだろうと。神隠しの根本的解決、それが私の最終目標だ。根本的解決だと。まあ、なぜ神隠しが起きようか知っていれば可能だとは言えないだろうかな。理由が、でも、まだ知らないのでしたね。任務を終えたらあの人に任せるべきだ。さっきの、なんだよ、事務長だったっけ。事務長じゃねえわその解決のでも具合化方法は模索中だ。やれやれだな後方支援をするけど、いやでもめっちゃ優秀な後方支援なんだけど。城がある。これほどまであっさりと第二層。そう、実は守り遭遇してないんですけど。別に守り井戸アニマが全2層である。全2層。あ、だから1層休息2層みたいな感じなんだね。その時は運が良かったらほとんど助けられていない。うむ、最用に存在するか何かを知ってるわけだ。セルフのこと。セルフ何サービス。
神隠しにあった人々はセリフを通して助けられるのです。セリフこそアニマル核、セリフっていうのが最後ボスみたいな。神槍に少しばかりやりにくい相手かもしれん。あ、わかった、誰かわかったボスどんなんかわかった。セリフを殺せるというわけだ。修練を重ねている。まあ、さすがね、後頭部だったっけ後頭部のね、人たちではあるよね。あ、第2層って、あ、本当は第2層にあった。砂漠と、え、待って、砂漠と城ってことか。砂漠と城か。今、第1、急に第2って言っちゃったわ。じゃあ、これも第2層あんのかな。え、何これえ、何これ、ランダム円滑で一定確率で戦闘が行われます。対象のキーボタンを回数、回数ができます。嘘でしょ俺、ゲームパッドの時点でアウトだぞ。ゲームパッドだからきついんだよな。何そのアクション RPG みたいなの。キーボード俺、ブラインドタッチが、ブラインドタッチできる方だけど、俺ゲームパッド持ってるからきついんだよな。倒れたわ倒れたわちょっとそれはザル。それはザルすぎ。それは今のプレイはザル、ザルですわ。あーらまあやめーいお前さっきから俺は下手くそみたいだな、どうやらこのゲームがなに今の斜め下斜め下入力しろっていう方が無理でしょ今の待って今斜め下入力しろっていうのは結構今ちょっと待って今のは無理だってあれ何あれ今の何え、なんか説明もなしに今ポロロロって言ったけど、あれ経験値かようやく。ようやく経験値か今まで ようやく経験値なかったけど、ようやく経験値来たか。ああ、こういうことか。いや。辛すぎな、うんじゃないか、この、プッて。でもあんまりやりするさ、この警戒ゲージが上がって連戦になってさ、結局なんか大変だーっていうの。やばいじゃん。やばいじゃん。大丈夫かな、雑魚戦であんなにポコポコやられとったけど。雑魚戦でやられてったけど大丈夫かな。嫌な気配がする。そうだね。さっきボコボコされてたけど大丈夫かな。あの、僕のムーブがひどかったけど大丈夫かな。誰だ、え、どんなのが来るんだ。よそ見するんじゃない、さすがに。何なんかなんかな、いろいろと清美ぼーっとすんな、あの手の魔法に弱いだろう。なんかすごいのが来たな、また属性を合わせ持ったね君たち。バーサス猛毒の闇の雲女、荒くね。はい、暗黒属性魔法を使用する清美が苦手な属性、暗黒苦手なんだ。相手はそれを見るで判断力、ドラクエじゃん。かばうか。あ、かばうもありだね、確かに。かばうか防御ってのもありだね。ただ敵の攻撃がどんだけ強いからね。へぇ、ベネリプテも、これもらっておきましょうね、とりあえずね。で、かばうってことも、まあ確かにあるか。もう普通にかばってみてダメージ見るのは大事だね。ダメージ見とこうか。で、逆にね、光は弱点なんだね。ありがてえな、光弱点だからね、逆に。で、これで、ベネリプタ、猛毒を解除。あ、まあ、毒解除なんだ。このボス限定みたいになってる。さあ、どんくらいくらいなんだ。あ、41。お、うわ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 3回行動した。やばいな。敵も3回行動してくんだ、こっちが3人いるから。まあ、今回はそういう例なのかもしれないけど。普通に3回行動してくんのが、絶対耐えられねえじゃん。清美さん絶対耐えられないよ。また黙ってなきゃいけないよ、君。やめなさい。いやー、まあ、かばうしかないな。まあ、幸い、ダメージは耐え出てたから、大丈夫やと思うんやけどな。で、どれだけね、あの、この間に稼げるかやね、ダメージを。ダメージ稼いでいこう。
うわあ、速度補正。猛毒のキリを使うのか。そうだね。猛毒のキリ、解毒の手段はさっきもう取ってるから、一応。でもまだ猛毒にはかかってないよね、誰も。まあ、アイコンも出てないし大丈夫だね。じゃあ普通に、行こう。普段通りここは沖の手です。どうやら弱点みたいです。せーの、一人や。オープンさん、うわー、クリティカル来てる、大丈夫か。よしよしよし。で、最後 SP が今これ気力回復でさ、 SP をさ回復できるってこと考えて、カバープロテクトをさ、回数をね、あのできるっていうのはありがたいの。これこのカバープロテクトで10減ってくけど、あの今気力回復したから、あのさらにね、できる回数が増えました。いいね、うまいこと気力充填を使っていこう。速度補正マイナス1ばっかなら猛毒になってるぞ。猛毒はやばい、猛毒はまずすぎる。まあカバープロテクトして、とりあえずコンスタントにダメージを与えていこう。うわーやばいでしょ君やってることさっきから。まあでも回復挟んでカバープロテクトをね連打していこう。とりあえずうまいこと SP をね管理していこう。速度補正大丈夫かな。まあでもこのダメージ、今回ダメージ食らわなかったから回復しなくてよくて。私のここは道場を貸しましょう。ウォンガンウォンガンってなんかすごい気持ちいい音してるわ。いいね、パラディンタイプ。お前は名前はフレデリックだ。勝手に名付けるな。これでいったでしょ。あ、今回、そうか、初ボス撃破になるのか。初ボス撃破だ、これ一応。やったー。何も喋らない、この人。いやー、ようやく、なんか、チュートリアルボス倒したみたいな感じやね。うむ。神谷くんがね、やられてるかもしれませんね。まあ、行動の回数的にもね。自分も必死でしたが。そうだよ、自分も頑張って、回復、あの、ヒーラー頑張ってたから、ヒーラー。はい。あー、でも、え、待って、まだあるってこと？まあ、50本だからまだある可能性あんのか。さあ、そろそろ最後にたどり着く。トラーレもこの先にいるはずだ。どんなセリフ？まあ、ボスか。あ、待って待って、大丈夫かな？あれ、ちょっと待って。ボスが嫌な予感がするんだけど。あれ、俺回復してないぞ、まだ。そうだよ、宿主がそうだよね。そんな気がするんだよね、セリフが。え、大丈夫？待って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 、俺回復してない。やべ、俺がわいんだけど。あれ、MP 回復してない、まだ。やべ。ああ、よかった。あ、そうか、トラーレを救い出そうになるのか。採用だ。二つだもんね。さっき言ってた二つになるんだもんね。よかった、危ねえ。さあ。まあ、第二層はスッと行きました。セフィロトの結晶だ。はあ。なんかボスの気がするけどな。あれを壊せばいいの？そう簡単に壊せんのか？え、いかなる衝撃にも破壊するのは不可能。ああ、なるほどね。セリフの撃破をもってしてのみ、勝率を測れるのだ。宿主が大体想像つくんだよ。誰？はあ、いや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 、服どうなってんの？あの格好はなんだ？なんだこの格好は？え？いやーなんつう格好、ハレンチな格好です。どうしましょう、カナメくん。見つけたじゃない。なんでその格好になってんの？なんでその格好はビシッ。うおー、おっと自分自身なんだ。裸の人の先に何してたんでしょう。あ、何してたの。私に聞くんじゃない。囚われは強くなった人物。そうだなぁ。ってことはやっぱりさ、本物なのって言ってたもんね。待て待て。思想を復讐を縮すべてに願望が反映されて、
何？願望があったの？やめてよ。必ずの願い。願望。私に何かを聞こうとするんじゃない。ショーの姿をしたセリフ。記憶も失、思い出も失ったお前では、この子を満たすのに力不足だったんだ。だから、ここに俺がある。遥かな支えになるために。ショー、教えてどういうこと？ナナさん、汗ダクダクなのやめてくれる？怯えさせてすまないな。いろいろ隠し事してたのは謝ろう。とにかく、こいつらは敵だ。遥かな世界を俺が守る。ああ、そういう風になっちゃうのか。これがボスかー。絶対